はい、皆さんこんにちは、ノーです。今回ですね、当たるとすげーぞ歴代ナンバーワンカードゲットキャンペーン、はい、こちらのね、応募が昨日の11月の29日から、始まりましたので、まあまだね、応募していない方へ向けて、まあ何のカードがおすすめなのかとかをね、ちょっとご説明していきたいなと思います。まあこれに伴ってね、こちらの4枚の、現品の方ね、例えばまあブースターのヤムチャとか、1段の方のベジットブルーとか、あ、ベジットはそこまで影響ないかな。でも大神官とか亀王とか、やっぱりレートがどうしても、まあ落ちてしまったというか、まあそれはそれでなんというか、その新規ユーザーが入りやすい環境にはなったので、まあこういう必須系のカードがね、まあ現在のようなね価格でゲットできるっていうのは非常にまあいい環境になったんじゃないかなという。で、そんな中で、まあどれが一番いいんですかとか、まあどれがおすすめですかっていうね、ご質問よくいただくので、今回はね、優先順位をつけてね、こちらの、まあ、4枚のカードの中からまあ、おすすめなカードをね、ご紹介していこうかなと思います。で、まあ単刀直入に言うとね、一番この中で、じゃあまあ強いっていう定義がちょっと難しいから、おすすめなカードは、もちろん、はい、こちらね、的確ヤムチャです。で、的確ヤムチャはね、やはりこの4枚の中では、一番性能が高い、カードであり、まあ、対人戦ではもう現在の環境必須なね、前ラウンド記録回復が、できるカードで、まあ、暗黒カメオの長所であるエナジー稼ぎっていう面でも、大きくね、貢献できるね、まあ、カードなんじゃないかなと思います。で、ヤムチャはね、やっぱりその奇襲の一手だったり超殺機の悟空だったりで、妨害カード、まあ、ヤムチャ潰しのカードはいっぱい出てきてますよね。あとは今回のベジータ王のね、SR、 あれだったらね、サポーター人数分エナジーをその2ラウンド目終了時でしたっけ、まあ、ダウンさせるみたいな、完全にもうヤムチャを潰すためのカード、だからもう本当にそのヤムチャ潰しはいっぱい出てるんですが、その中でもね、やはりまあ腐らないっていうんですかね、もうエナジー確かに奇襲の一手とかで持ってかれちゃうと、そのラウンドの終了時にはね、貯めた分なくなっちゃうけど、そのラウンドの間、はエナジーって溜まってるじゃないですか。7人じゃないや、6人サポーターにしたらエナジー6個溜まってるわけだから、まあ例えば魔人のね、アビリティ発動させたり、あとはエナジー丸々以上でね、発動する、効果で、あとは必殺技もそうですよね。エナジー7個8個必要なキャラとかもね、ヤムチャで打ちやすくなるので、なんていうか完全な対策はこれできないんですよね。でさらに言うとね、その奇襲の一手とか超殺機、そんなに多く見かけるカードでもないんじゃないかっていう。確かにね、ユニバースミッション3段の頃はね、超殺機悟空めちゃめちゃ横行してましたし、ワンキルは大体は対策できたけど、今の、今のヒーローズのね、ワンキルデッキって言ったら、まあそうだな、バッドスターでたまに見るのが大神官ワンキル、エナジー不要でね、技打ち放題のやつ、まああれなんか超殺機対策できないから、正直3段に比べるとね、悟空の割合減ってるんですよ。で、奇襲の一手、奇襲の一手はデッキ入れるときに意外と悩むんですよ、あれ。なんていうか、その奇襲は確かにそのヤムチャの対策だけど、ヤムチャが敵にいなかったり、全出しのデッキにはね、ほとんど意味がないんですよね。で、ヤムチャの対策をしようっていう風にデッキをまず考えない。他のカードの対策をしようっていう風に僕だったら考えるね。で、極めつけはロックオンですね。ロックオンの効果は、自分自身が貫通で攻撃できるっていうものなんですが、こちらね、今ハッチャンでガードを固くされた後に、このロックオン使うと、そのガード貫通して攻撃できるので、普通にね、火力出るんですよね、ヤムチャって。で、例えばロベルとかね、ハッチャンでパワー上げた後にこの貫通ロックオン使えば、それはそれでね、ダメージ8000から9000ぐらい見込めるし、ローガ風風拳、こちらがね、意外と気力ダメージついておりますので、海洋神アバターのエリートタイプでこのヤムチャの気力ダメージ上げた時に、ローガ風風拳で、例えばバーサーカータイプをロックオンした場合、気力3本ぐらい持っていけるんですよ。ってな感じで気絶もね、まあロックオンで狙いつつっていう戦法もね、取れるので、いろいろと使い道があるというか、確定気力回復とね、エナジーアップ、こちらがもうなんか1人気力回復とエナジーアップが1人2役でできるので、もう本当にね、一気にデッキの安定性が上がるカードだなと、思います。続いてが暗黒カメオですかね。
はい、暗黒化冥王は敵アタッカー人数かける1個ねエナジーが増えていくカードで、こちらも確かにね暗黒化冥王の黄金時代に比べたら、まあ使用する人はちょっと減ったなっていう印象は確かにあります。で、化冥王がね若干弱くなった理由としてはやっぱり悟空なんですよね。悟空が本当にヤムチャと化冥王のね1ラウンド限りの対策となっていて、1ラウンドは絶対にアビリティ発動させないので、まあ、そこでちょっと使いづらくなったかなっていうのはあるけど、ね、さっきも言ったように悟空、そんなになんて言うんでしょう、毎回出てくるカードでもないし、みんながみんな使うわけじゃないんですよ。で、悟空がいなかったらこの2人って猛威震える強さなので、その1枚のためになんていうかゲットしないのは本当にもったいないなっていう。で、あと何でしょう、悟空はやっぱ1ラウンド限りっていうのがネックで、その2ラウンド目以降ただのねアビリティの発動しないキャラになっちゃうんですよ。まあもちろん合体させれば強いけど、合体させない場合、シングルで使う場合は本当に1ラウンド限りでね、なっちゃう上に、セルゼノみたいな、1ラウンドなんだろう、エナジー貯めてこない、普通に攻撃してこない敵とかには本当に相性が悪くて腐っちゃうので、そういった意味で悟空も意外とね弱点はあるんですよね。大神官とかもそうだけど、っていう風に考えると暗黒神の弱点はね、それぐらい、正直言ってそれぐらいなので、なんて言うんでしょう、腐ることがほとんどない。で、エナジーはどんどん増えていくので、もうエナジー増やしてね困ることはまずないでしょう。ヘレスデッキとかね、ベジット海洋系みたいな使わない限りはまず腐ることはないので、これも、1枚は絶対に持っておいた方がいいカードなんですよね。で、極めつけ、スーパーエナジーがね、普通にダメージがね、貫通状態で5000ぐらい、ガードで左右されたとしても4000とかのダメージは出せるので、スーパーエナジー自体も強いし、効果がエナジーマイナス2のね、チャージインパクトスピードを超速する。はい、どっちも強いですよね。エナジー破壊してもチャージ速くしてもっていうので、エナジーをね、貯めるユニットじゃないアビリティ以外にも、強い点はあるよっていうので、仮面王が、2番目かなと。で、この2択なんですよね、とりあえずは。で、ここからは完全にその趣味の領域っていうか、まずそうです、3番目に選ぶとしたら僕は大神官なんですよ。で、大神官はね、対人戦では今の環境をあまり使わない。僕カヨシン使っててもね、大神官のデッキはまず組まないし、フリアバとか魔人でも見ないっすね、大神官入れてる編成は。で、これを使う場合はやっぱりサイヤ人男とかサイヤ人女、あそこら辺で、パワーをね、がっつり上げてゴッドカメハメハとかで、ダメージを稼ぐデッキね、貫通トアとかラムーシとか入れて、そういうデッキには見かけるけど、そのサイヤ使ってない方だったらまず使うことはほとんどない。で、ミッションではバリバリ使えるので、本当にミッション、僕の感覚ではもうミッション専用のカードだなっていう印象です。はい、サイヤあんまり使わないんで。っていうので、大神官はね、特に必須級のカードではないんですよね。優先順位的には本当にこの2人のね、はるか下を行くというか、環境トップでもなければ、別に、なかったとしても他で代用ができるよねっていう感じのカード。今はやっぱロベルとかハッチャンでパワーガンガン増やせるし、ミッションぐらいですかね、使う場所は。ゴッドボスの攻略とかでは非常に便利なカードなんで、そういうところではね、非常に活躍するかなと思います。はい、取れたら取るでいいと思います、大神官で。ラストはベジットブルーですね。はい、ベジットブルーね、確かに6倍の必殺ダメージは強いんですけど、非常に使いづらいです。まずアビリティがエナジー10個で、必殺ダメージが2倍で、必殺技発動時に敵のエナジーをゼロにするっていうね、超強力な効果なんですが、前提の条件としてはエナジーが10個なければいけないっていう。で、エナジー10個っていうのが、エナジーガードユニットとかエナジーガード機能使わない限りは本当に難しいと思います。本当エナジー、さっきのゴアスとか調査機とかもそうだけど、エナジー妨害って今のね、環境でほとんどの場合出てくるので、まず10個で必殺打てるってことが本当に少ない。で、あとロックオンのね、3倍と3倍自体はすごい強いんですけど、エナジー8なんで、ここもまたロックオンがね、使いづらいっていうので、まず対人戦にはね、非常に不向きな、カードで、ミッションでは、確かに強いです。ただ、倍増効果無効化されるステージが今非常に多いので、まずね、高難易度のミッションには持っていけない。
でこっちのねファイナルカメハメハのダメージ2倍の方は、力の調律とかラムーシを確か貫通できたと思うんですが、こっちのね、狙いを定めた一撃の3倍6個の方は倍増効果無効化されちゃうんですよね、大体の場合が。っていうので2倍だけしか活かせない、だったら他のカード、シェンロン悟空みたいなね、必殺ダメージが、2倍、かかる、ね、亀仙人のね UR だったり、ああいうキャラで全然代用ができるので、まあ、ベジットブルーをねわざわざ使う必要は、ないのかなっていう。ただね、ベジットブルーっていうことなんで非常に、かっこいいです。はい、もうそこにつきますね。このパラレルレアがね実際手元に届いた時に、まあ、どんな感じかは分かりませんが、これを見る限りはだいぶかっこいいので、まあベジットも期待を裏切らないようなねカードのデザインにはなってくると思います。でキャラ人気、単純なキャラ人気でもね暗黒仮面をヤムチャよりも、普通にベジットが好きっていうキャラ方が絶対に多いと思うので、それでもなんだろう、あんまり使えなかったとしてもコレクション用とかで、あとはまあ普通にファイナルカメハメハ打ちたいよっていう方はもう普通にベジットを選ぶのでも全然いいと思います。はい、であとは他に大神官ヤムチャ仮面を全部持ってるよっていう方だったらもう全然ベジットを選ぶでもいいし、まあそんな感じでベジットは優先順位こそ低いものの、人気自体は高くなってくるんだろうなっていう、はい、印象です。まあクリスマスも近いんでね、まあクリスマスプレゼントあたりでねこちら、まあ選ぶ親御さんとかもまあいるんじゃないかなっていう、はい、まあそんな感じですかね。でキャンペーンの応募期間がね12月の16日までなので、まあこのね3週間ぐらいの間でまあ応募するように、しておけば、1月中にはねこちら、はい、届くとのことなんで、まあまあ、ぜひね楽しみにしていただけたらなっていう感じです。ということで今回ですね、歴代ナンバーワンカードゲットキャンペーンの、4枚のカードについてね解説してみました。はい、まとめから言うと、1位ヤムチャ、2位仮面王、3位大神官、4位がベジットブルーという順位でね、僕は、まあ順位付けしましたが、ここに関しては、人によってね、個性だったり分かれるので、まああくまでね、参考程度に、まあしていただけたらなと、思います。それではご視聴ありがとうございました。